けあいつを追わないと。この子まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ。なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。アキト、電話の音が聞こえないか。儀式は進んでいるようだな。だが手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと KK、 エリカのことありがとう。気にするな、汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。本番はこれからだ。だろ？ああ、ありがとう。よし、行くぜ、相棒。うん。はい、あげる。ひえ。
公園でよくボール遊びとかしたな。俺はタバコ吸ってた記憶しかねえな。子供の頃に？大人になってからだよ。もっと救うぞ。どうだ。なんだ？この神社を浄化するぞ。これで霧は晴れた。次に行こう。猫又が商売するなんて思わなかったな。おかひとつまみの塩を振りかける。戦って戦って行き着く先にお前の未来が待っている。いいもの以外は買わねえぞ。己の限界を超えるのだ。エンジン。
敵から隠れたいときは使えそうだな。やば、気にすんな、倒せばいい。しまった。落ち着け、大したことない。どうぞ。感謝しろよ。うまくやるじゃないか。
名家がいっぱいあるな。なんでだろう。コインパーキングだからだろ。ああ、そっか。え？そういうことなの？あ、なんだ？正気かよ。もっと救えるはずだ。もう何も聞けないな。無理なら守りを固めろ。
あの巨人が塔を守っているみたいだ。ああ、厄介だぜ。信心深いな。こういう時だからね。Yeah!
しずつだが近づいてるぞ。うん、こうやって行くしかないね。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。しまった。落ち着け、大したことない。敵？そんな心配だ。どんどん行こうぜ。迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。
簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。邪魔しないでほしいよ。突っ込むって大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。に気づいてない。やれそうだ。頑張らないと全部救えない。
ばらく寝ていてよ。カッパがいるかもしれねえな。カッパより天狗の方がいいよ。なんだお前、天狗派か。派っていうほどでもないけどね。足元に気をつけろよ。油断すると転ぶぞ。Yeah.
回復したいよ。仕方ない、ぶっ倒せ。ああ
助けられてよかった。酒が飲みて。今は御利益あったかも。なんだこりゃ。奴らだな。
あそこだ。奥に行ってくれ。おっと、出てきやがったか。ったく、こんな時に。電源を復旧できるかな。電源ならあのライトが転がっている方にあったはずだ。停止してみろ。何か分かるかもしれない。激しいぞ、回復しろ。やり方を変える。Huh.
けてやれ。いいぞいいぞ。いい動きだったぞ。なんだ。汚れが悪さしてやがったのか。その部屋だ。取ってみろ。リンクが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ。今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。知らないってどうにもならないじゃないか。
電話だぜ。またどこかの世話焼きかもな。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎ、ボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということは、おそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど、KK、どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。冥界の交流は、あの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。リンクのやつ、好き勝手言いやがって。そんなのがリサイクルショップで売ってるの？普通のやつは気づかないだけで、その辺に転がってることもある。汚れた物品か。調べる価値はあるな。エドっていつもあんな感じにボイスレコーダーで会話するの？まあよくやるな。長い時は1週間くらい喋らなかったぞ。だからある時お前の後ろに忍者がいるぞって言ってやったんだ。そしたら何か喋ったの？いや、忍者に関する音声を20分聞かされた。あのバイク、すごい改造だね。そういうのが好きな奴らだからな。特にリンコはこだわりがすごい。あのバイク、自分でロボット掃除機も作ってたな。掃除が死ぬほど嫌いだったってのが本当の理由だけどな。Thank you.
頑張らないと全部救えない。とどめを刺してやるよ。よし、あたりを調べてみるぞ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール、それにあの世の干渉が強い場所か。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか。ガソリンもありそうだね。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。走るのは僕だからね。お前の好きなところからでいいぜ。どれだけ回り道しても最後はあの男のところに行くだけだからな。戻らなきゃ。
長くは持たない。引き返せ。逃げるわけないだろう。絶対に助ける。力が湧いてくる。これであいつらを燃やしてやろうぜ。やらせるぞ。どうしたぜ。おい、いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ。リンクのやつ、替えの効かないもの使いやがって。KK!KK! どこだ!KK! こいつら、アキト!
なんとかできるか。やってみる。全部片付ける。増えたか。よし、よくやった。矢がない。どこかで手に入れないと。大丈夫だ。まだ焦る必要はない。今ので最後か。よかった。KKのところに行かなきゃ。いい腕だったぜ。やるじゃねえか。まあね。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。バイクのパーツを探さなきゃ。とりあえず他のものを探すぞ。懐かしいな。おい、遊んでる場合かよ。
一丁やるか。バカ野郎、地球と寿司は回るもんなんだよ。無茶言うな。部品を使ってるから普通の車じゃダメなんだ。スクランブル交差点の地下で車の展示会をやっている。 KK なら知っていると思ったんだけどね。俺なら知っている。とりあえず行ってみるか。昔はこういうところでよく飲んだよ。捜査の一環？半分はな、もう半分は遊びだよ。何だか持っているって言い方だったね。どうせ俺たちが困っているのを楽しんでるんだろう。KK が困ってるところは確かに面白そうだ。その時はお前も困ってるんだぜ。いいのか？商店街か。俺はなんだかんだで利用するな。欲しいものはすぐに手に入る方が好きだ。
ような気配がする。他にもいる。探さなきゃ。このバスからビルに飛び移れそうだぜ。マジか。逃げちゃいけ。あの世に近い場所だ。入ったら簡単には戻れないぞ。準備はいいか。覚悟はできてるみたいだな。どうだ、あの世で会いたい奴はいるか。俺は田舎のじいさんに会いて、一緒にカッパを探したんだ。父さんと母さんかな。なんか汚れだらけだ。江戸の言う通りなら冥界の交友もありそうだな。あいつらまでいるのか。
には手に入れられないね。付き合うしかないな。できれば早く帰りたいよ。どうしても大岩は渡してくれないみたいだぞ。よし、長湯。調子乗る。エーテルが湧き出す札だ。持っていて損はないぞ。これが元に戻ってるよ。道理で帰ってくるやつが少ないわけだな。
た。死ぬかと思った。あの世ってのは帰ってくる方が難しいもんだからな。お前、妹と二人で暮らしてたのか？そうだよ。そうか。それなら絶対あの子を救わないとな。速攻だ！もっと救えるはずだ。俺たちもそれほど暇じゃねえんだけどな。見つけちゃったから仕方ないね。お客さんがまた来やがったぞ。呼んでもないのに来てほしくないよ。あとはレイを助けてあげるだけだね。
ぜ消えなければいけないのか、なぜ救おうと思わないのか。私が求めているのは支配でも統治でもない、救済だ。君たちを救うことだ。愛とは私のことを言うのだ。この行いのことを集え、よるべなき魂。逃げて、お兄ちゃん。逃げるの得意でしょ。お父さんとお母さんの時だって。違う。KK ならわかるって言ってたけど、何か心当たりある？さあな。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。物質も肉体も。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。なぜ消えなければ。KK の家族の話、初めて聞いたかも。話すほどのことじゃないからな。じゃあいつか聞かせてよ。僕も話す。まあいつかな。君たちを救うことだ。愛とは私のことを言うのだ。この行いのことを集え。うるせえ奴らだな。しばらく寝ていてよ。
力をもらった気がする。地蔵の恩恵だな。お腹減ってたのか？アキト、少しの間、俺に体を貸せ。修理する。うん。そうだ。このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？
やったか。かまるな、先を急ぐぞ。